こんにちは、柴田です。今回はグレコのミラージュシリーズ MS600 のレビューになります。この独特な形のミラージュなんですけれども、実はですね、日本で生まれたギターなんです。変形ギターといえばですね、BC リッチが有名なんですけれども、その他ギブソンだったら V とかエクスプローラー。アメリカ発祥のイメージがあるんですけれども、このミラージュはなんと日本で作られたという、魅力ある日本発祥の変形ギターを作ろうというコンセプトで、グレコ、アイバニーズ、そして不次元の3社がですね、共同で生み出したのがこちらのミラージュになります。日本ではグレコの名義でミラージュ、そして海外ではアイバニーズ名義でアイスマンという名称で販売されました。1978年から1982年まで製造されていたそうで、キスのポール・スタンレーが使っていることで有名です。ポール・スタンレーは PS というですね、オリジナルのシグネチャーモデルを出しておりまして、それがですね、僕は高校生の時の95年にですね、 PS2、PS10-2 というものがですねリリースされて、それをですね、僕が通っていた長崎の島村楽器、そこの店長がですね購入して、めっちゃ見せびらかされたのをね、今でも忘れないぐらい覚えてますね。長きにわたって人気のあるこのミラージュなんですけれども、これはですね、そのオリジナル版をリメイクされて、まあリメイクというかですね、一回り小さくして、より弾きやすい感じにリメイクされております。ナットの幅もですね、40ミリですかね、ちょっと細めな感じになってて、非常に弾きやすいです。女性の方でもね、弾きやすいんじゃないかなと思います。ボディもね、バスウッドで軽いです。 3.08 ですね、 3.08 キロ、非常に軽いです。ネックはメイプルで、スカーフジョイントになっておりまして、ペグは5等、しっかりしたペグがついております。そしてこちら、れっきとしたメイドインジャパンというギターになっております。ではコントロール系ですね、つまみが3つあります。最初ね、ボリューム、トーン、トーンかと思ったんですけれども、ボリューム、ボリューム、トーンになってて、フロントのボリューム、リアのボリューム、そしてトーン。ピックアップはグレコのオリジナルなんですかね、エクストラというものが2つ乗っておりまして、パフ系みたいなんですが、結構ね、エフェクトのノリも良くて、非常にいいピックアップだなと思いました。そして3ウェイのトグルスイッチ、そしてフレットは22フレットでボルトオンになっております。このパールホワイトというですね、カラーもまた魅力的ですね。この変形の形にすごく合った色合いだと思います。それでは音を鳴らしていきます。